神奈川県立生田高等学校は、神奈川県川崎市多摩区に所在する公立の高等学校。1969年開校。学者は多摩丘陵の一角に位置し、豊かな自然環境に恵まれている。2016年度まで、全日制普通科自然科学コースが設けられていたが、現在は廃止されている。周辺には、生田緑地、川崎北部市場がある。 近隣に県立百りが丘高校がある。最寄り駅は小田急線生田駅。自由と規律は生田高校の創立の精神であり、初代校長により掲げられた。以来、校風は脈々と受け継がれる、この精神に習っている。教育方針心身もに健康で、個性の慎重に努力する人間を育成する。真理を愛し、自主性に富み、 文化の創造に寄与する人間を育成する。責任を重んじ、相互に尊重し合って、民主的な社会の発展に協力する人間を育成する。その他神奈川県教育委員会より、ICT 利活用教育推進モデル校、ICT 利活用教育推進スーパースクールに指定されており、タブレットやプロジェクターなどが導入され、最先端の ICT 教育を推進している。 明治大学と広大連携プログラムを行っており、同大学理工学部や農学部の特別プログラムを、主に1年生の時に受けている。神奈川県川崎市多摩区長沢3丁目17番1号創立の、精神、自由と規律自由とは法省のことではない。学校という社会の中で他人の自由を大切にし、共に生きることである。そこには、規律がある。それは、 外から与えられるものではなく、自らを律するものである。交渉中央に清楚、純潔を表す剣の花や眉りの白い花を置き、これを左右からいただくがごとく、たくましい成長力を持つ剣の基調の葉を配した。全体の形は、幾多の、意を表し、左右の葉は、本校創立の精神、自由と、規律を表現する。生徒手帳より引用した。効果、効果作詞。 村の志郎、作曲、服部正作曲家、服部正によって作曲された。原譜は消失しているが、本人の保管袋からコピーが見つかっている。発想標語は日本語で、明るく爽やかに。グリー・クラブ吹奏楽部により編曲された。混声四部合唱、吹奏楽アレンジがそれぞれある。歌詞では、イ調と、自由と、規立が歌われている。 制服制服は1969年の創立時よりスーツタイプが着用されている。スーツタイプの採用は県立広北高校と並び県内公立校では最初となるものである。平成31年度より制服のデザインが男女ともに変更される。その他、胃腸は肛門脇から敷地奥にかけて開校時から植えられており、秋頃には この葉が鮮やかに色づき美しく生徒に親しまれている。9月に開催される文化祭は銀南祭と呼ばれる。クラスの呼び方が特徴的で教職員、生徒は年組ではなく R と読み書きする。例えば、いわゆる1年1組は 11R と呼ばれ、R の呼び方はルームが一般的である。 なお生徒館及び教員間では R を省略して11、R のことを11などと呼ぶことが多々ある。なお2年10組は 210R となる。4万平方メートルの広大な高地が特徴的である。一般的な公立高校の設備のほか、ビオトープを有し、科学部が管理、研究を行っている。10周年記念事業実行委員会が県に寄付された。 食堂棟は諸事情により営業していない。2020年に給食堂棟を改装して、現在では自習室として使われている。本校は原則として BYOD を取り入れているが、自分で端末を所有していない場合は、無償で学校側から借りることができる。また、校内全域に生徒用の Wi-Fi 環境が整備されている。令和3年度現在は単位数。 は、学校設置科目、1学年、2学年、必修科目分系必修科目理系、必修科目、3学年、必修科目分系分理系必修科目理系必修科目,修科目その他、3年時には自由選択科目が複数設置されている。2005年度からの学区撤廃以前は、生田高校は、川崎北部学区に属していた。また、学区内において、 多摩高校に次ぐ進学校であった神奈川県立育田高等学校2010学校案内ありがとうございます。